どうも皆さん、こんばんにちは。今回はスペルマシュやっていきたいと思います。いや皆さん、いよいよあさってに迫ってまいりました。 SWBF2 ベータ版配信日ですよ。ついにこの時がやってまいった。前作と比べてビークルの数が39台、まあ、今作がなんで、SWBF2 は、前作と比べヒーローが14人で、ロケーションマップが18で、ビークルが、今作が11台に比べて、2では39台というね。このさすがね、全時代背景をね採用しているだけあってね、すごいバリエーション豊富ですね。さあ切り込んでいく。侍かわしていく、必死にかわして。でね、やっぱね SWBF2 はね、あのグラフィックがねすごい向上している気がね、ずいぶんねこの1でも綺麗だと思うんですけど、さらにね見分けがかかって、2ではすごくあのエフェクトもねきめ細やかになってますし、あれやれるんだ、この半袖いけんじゃないか。ナイスだ。なんだこいつ、すげえな。ゴルゴ13かよ、見せてくれや。いいよ、やったね、いいね。素晴らしい。いるな、あの丘の上に2人が。ボバフェット兄さんが、あ、これは変身 ATST システムオールグリーン抜粋します。さあ行くぜ、地獄を見せろ。終わったねかい。第2ラウンド、今回は DL44。 おげい、昔思い出すな。昔思い出すな、なんか懐かしいなこれ、なんか楽しいぞこれ。なんか DL44 懐かしいな、本当にエイムがやばいけど。エイムがやばいけどね。あぶね、ボーキャスターか、懐かしいな。なんか戦場がなんか時代が遡ったような、まるで。あ、 E4 か、 E4 はちょっとな違うんだよな、惜しいな。お、攻撃。バトフロ2は、あさって、まあ、この動画からしたらあさっての10月4日から、10月9日かまでの5日間かな。なんで、まあね、この5日間飛んでたの今。5日間でどれだけバトフロ2について、ああ無理か、知ることができるかな。新潟さん、ナイスだ。うー、いるぞ、ナイスだ。よし、次の拠点に行こう。で、ナイスだ。右上にいるのすごい、まずい、ナイスだ。ん、どこ行った、なあ。くそ。やるな。お、デッキが白いのが1個あるな。ってことは432円セールで結構ハマってやってくれてる人がいいね。オーケー、物騒なもの持ってんな、ナイスだ。制圧、素晴らしい。お、エイウィングと、まああさってに SWBF2 のベータ版が迫ったわけでございますが、まだね予約してなくてベータ版がやってみたいという方はね、ぜひ予約してみてください。